いるイライラ、いるイラ会社員。あー、商品企画部め、またザ・キシカンみたいなもの作ってきた。ってこれを小売りに営業して置いてもらえって話でしょ。無理無理、今日は業務終了。あっさりオフィスにボールプール作って遊び出す。南極でも氷を売る、それが営業のプロ。行くぞ。誰もこんな歯ブラシ店に置いてくれないっすよ。いやー、うちもう似たような商品置いちゃってるからね。チッ、ライバルのハゲタカ商事か。あ、そうっすか、残念です。あざした。諦め早、居酒屋のキャッチでももっと粘るわ。商品が売れないならまずはオンを売れ。なるほど。店長、お店の掃除します。いいぞ。こいつが俺悪いね。うちの家のリビングまで掃除してくれるなんて。いや、あんたも何ちょっと足してんの。さらに商品に CM に起用してるタレントさん直筆のプラークコントロールをつけます。どんな特典だよ。悪いね、そのタレントさんとの合コンまでセッティングしてくれるなんて。だから足すなって。てかもうシンプルに僕の懐に現玉よこしてくださいよ。ああ、もう身も蓋もないこと言っちゃった。いくらですか。いや聞くな。100万。ざけんな。じゃあその時計7に入れればいいじゃん。は？じゃあこの何の変哲もない書類に判を押せばいいじゃん。絶対変哲まみれだろこんな紙。臓器の一つや二つくらいいいじゃん。臓器の一つや二つに関わる書類なの。金をくれ。てかさっきから金のポーズの位置がローラー、それはブッダ、ローラー&ブッダ。はぁ、とかなんとかあって。はぁ、あ、散々な営業だった。これで俺の出世街道への復帰はまた遠のいた。その失敗がいずれ君の血となり肉となる。なんで上から目線。そしてコーンポタージュ。あ、エンディング曲かっこいい。カバンの中でジュースちょっとこぼれてた。え、血は地味。あ、ブラック企業70番。残業はタイムカード切ってから。